はい、皆さんこんにちは。参議院議員の浜田聡と言います。今回はですね、法案を作るのは簡単というテーマでお話をさせてもらおうと思います。まずですね、私の動画を初めて見る方へということで、簡単に自己紹介をします。参議院議員の浜田聡と言います。一応ですね、毎日 YouTube 動画をアップするようにしております。もしよかったらですね、チャンネル登録してもらえればと思います。あとですね、ブログの方、毎日細々と書いております。こちらもね、興味のある方は、動画説明欄の方にリンクを貼っておきますので見てください。というわけで、本題に入ります。まずですね、法律っていうのはどこで成立するのかというお話なんですけど、皆さんご存知の通りですね、国会なんですね。国会というのはですね、唯一の立法機関であると言われます。で、法律案をね、国会に提出されて、それが委員会などで法案審議されて、最終的に本会議で採決。で、賛成多数だと、法律が成立するということなんですね。で、この国会に法律案を提出できるのは誰かということなんですけど、大きく2社に分かれると思っていいかなと思います。一つはですね、国会議員ですね。もう一つは内閣なんですね。行政側が、法律案提出することができるということで、大きく二つに分かれますけど、国会議員が作った法律についてはですね、議員立法と言いますし、あとは内閣が作った、法律については閣法と言ったりします。はい。先ほどですね、一応、国会が国の唯一の立法機関と言ったんですけど、法を作るのはですね、国会だけではないと言えるわけなんですね。それどういうことかというと、例えばですね、各省庁であのような行政機関であったり、あとはね、裁判所のような司法機関も、それぞれね、法を作ることができるんですね。法律、と言わずに、ここではね、曖昧に法とさせてください。例えばですね、政令、省令、最高裁判所規則などが、それに当たります。これらちょっとね、法律というには、無理がありますけど、一応ね、法という範囲では、言っても差し支えないんじゃないかなと思います。で、ちょっと、それらの一例なんですけど、例えば今年の7月からですね、レジ袋有料化が義務化されたという決まりがですね、始まったと思うんですよね。これはですね、省令なんですよね。で、今出しておりますのはですね、経済産業省のウェブサイトにあるわけなんですけど、容器包装リサイクル法の関係省令、これが改正されて、始まったものなんです。で、これ、去年の12月27日に、発表されているんですよね。で、今年の7月から、これが始まったと。だから、このですね、レジ袋有料化に関しては国会議員が直接関わってるわけでもないし、法案ね、賛成反対とか、そういうことをしたわけでは、ないんですけど、ちょっとね、多くの人々の生活に影響を与えるようなものがですね、勝手に成立することに関してはちょっといろいろと考えるところはあるかなと思います。官僚主導で作られたもので、あるわけなんですね。ひとまずこれはね、さておき。今回はですね、法制局というものを紹介させてもらおうと思います。で、法制局っていうのはですね、国会に、衆議院、参議院があるんですけど、衆議院、参議院それぞれに法制局というのが、あるんですね。で、国会議員が、法律を作る議員立法のサポートをしてくれるところになります。ちょっと話ずれますけど、内閣にも法制局っていうのはあるんですね。内閣が作る閣法の審査などの仕事をしているかなと思いますけど、一応今回はですね、国会の法制局についてのお話をさせてもらおうと思います。で、私が参議院ということなので、参議院議員ということなので、参議院法制局のお話をさせてもらいます。これ、参議院法制局のウェブサイトになります。はい。国会のね、法制局というのは、法律専門のスタッフがたくさん
ているんですね。で、国会議員の立案の、法案立案のサポートをしてくれたりですね、あと法律問題の調査なども、まあ、してくれることになります。まあ、私もね、結構お世話になっております。まあ、国会議員ね、700人以上いるんですね。まあ、たくさんいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、700人いれば、それぞれバックグラウンド様々なんですね。で、まあ、みんながみんな法律の知識がたくさん持ってるわけではない中で、まあ、様々な形で相談に乗ってくれます。まあ、そうですね。まあ、確かに国会議員の中にはですね、司法試験合格された方って結構いるんですけど、まあ、どちらかといえば、まあ、少数派ですし、まあ、少なくともね、まあ、私はそういうの、法律系の資格は持っておりませんし、まあ法律系の資格を持ちでないね、国会議員の先生、結構たくさんいるんじゃないかなと思います。まあそんな、ね、国会議員であっても様々な形で、法律案、相談に乗ってくれます。まあ後でね、具体例の方をいくつか紹介させてもらおうと思います。で、まあちょっと話それるんですけど、国会議員700人以上ね、ということで、まあもしかしたら非常に多いと感じるかもしれないですが、まあ世界的に見るとね、そんなことはないんですよね。人口10万人あたりで考えますと、0.57 人ということで、これ OECD34 カ国中33位なんで、まあ世界的に見ればですね、人口に対して定数というのがまあ少ない。と言えるんじゃないかなと思います。で、まあ国会議員700人以上いるんだから、ちょっと多いから定数削減しろという意見が、まあ時々ね、聞かれるんですけど、まあ確かに夏の意見は、ある意味もっともだなとは思うんですけど、ちょっとまあ個人的な意見ですよ。個人的にはですね、定数削減すると多様な意見っていうのはそれだけ、まあ反映しにくくなるわけなんですね。まあ、あとですね、まあ国会議員が少なくなれば、それだけ、ね、官僚の権力がね、まあアップするということになって、まあ個人的には国会議員のね、定数に関しては削減反対という意見を、まあ私は持ってます。まあいろんなね、意見があるとは思いますけど、まあ少なくともまあ私はそういうね、まあ官僚の権力アップであったり、またような意見の反映しにくくなるということで、まあ、反対ではあります。まあ、ちょっとね、ここはいろんな意見があるかなと思います。はい。で、まあ、法制局はですね、議員立法のお手伝いをしてくれるわけなんですけど、まあ、法律がですね、成立するにはどういうプロセスがあるかというと、まあ、ちょっといろいろとあるんですけど、まあね、法律案を、まあ、作成してみて、それが条文化、してですね、あと法案が提出に至って本会議で、まあ採決の結果成立するという流れになるかなと思います。まあいろんな流れがまああると思うんですけど、まあこの法制局というところはですね、まあすべてのプロセス、ほぼすべてのプロセスでまあ協力してくれる、国会議員の協力をしてくれるというところになります。で、まあ法律案の提出の条件をお話ししておくとですね、ある程度国会議員の人数が必要なんですね。参議院においては10人以上賛成者がいないと、まあ、出せないですし、衆議院においては20人以上の賛成者が必要ということになります。で、まあ私はですね、どうかと言いますと、まあ所属政党は、ね、NHK から国民を守る党という少数政党なんですね。それぞれ現時点では衆参それぞれ国会議員一人ずつしかいない、そんな政党なので、まあ法案を提出する力は、まあ現時点ではありません。まあ、で、法案提出できるようになるにはどうすればいいのかと言いますと、まあ選挙で国会議員を増やすというのが、まあ一つありますし、まあ必ずしもね、同じ政党の人じゃなくてもですね、まあ賛成してくれる人がいれば、法案っていうのはね、提出できるので、まあそういう意味で超党派で法案を提出するという手も、まああります。まあこちらに関しては、まあとにかくね、頑張っていこうと思います。で、まあ現時点で、法案提出する力がないので、この法制局に、ね、お手伝いしてもらって法案を作成する意義があるのかという疑問が
まあ、お持ちの方いるかもしれないですけど、まあ、少なくとも私はね、法案作成する意義はあるかなと思います。まあ、いくつか理由はあるんですが、まあ、そのうちの一つがですね、まあ、将来の準備ということで、まあ、将来的に法案提出するぐらいですね、まあ、国会議員、所属政党の国会議員が増えた時の準備などにもなりますし、まあ、あとですね、作っておいてインターネットなどで、まあ、公表をすることで、まあ、それなりにアピールにはなるかなと思います。まあ、あとね、法案を作ってみることで法律の勉強にもまあなるということで、まあ、必ずしもね、法案提出できなくても作っておくことは意義があるんじゃないかなと思います。で、まあ、このインターネットなどで、まあ、公表ということに関してなんですけど、これね、日本維新の会さんが、結構積極的にされているなと思うので、まあ、ちょっとそれ素晴らしいなと思ったんで、ここで紹介をさせてもらいます。まあ、100法案提出ということで、まあ、維新の会さんはですね、まあ、国会で、まあ、たくさん法案を提出するということをですね、まあ、目標にされているんですね。で、まあ、それをですね、まあ、党のウェブサイトでまあ紹介をされているわけなんですね。まあ、例えばこんな感じでですね、まあ、動画を作って解説動画もまあ合わせてまあ紹介されたりしておりまして、まあ、非常にね、素晴らしいなというところですね。まあ、国会というのはですね、まあ、立法府であるわけなんで、まあ、法律を作るのが、まあ、メインの仕事と、まあ、考えても、まあ、いいと思うんですけど、まあ、そういう意味ではですね、まあ、維新の会さんの、まあ、働きっていうのは、まあ、いろんなね、意見があるとは思いますけど、まあ、この点に関してはね、素晴らしいかなと思います。はい。で、まあ、法制局っていうのもですね、まあ、非常に素晴らしいですね。まあ、私、普段、大変お世話になっております。で、まあ、何が素晴らしいかというと、まあ、いろいろとあるんですけど、基本的にはもう早い段階からですね、相談を受け付けてくれるんですね。法案作成、構想の早い段階から相談をですね、してくださいと、法制局の方から言われております。ということで、まあ、相談のハードルが非常に低いんじゃないかなと、まあ、個人的には、ですね、勝手に解釈をしております。まあ、ちょっとね、まあ、普段大変、頻繁にですね、法制局にはお世話になっておりまして、まあ、この場を借りてお礼を申し上げます。で、まあ、最近はですね、法制局の方とはもうメールで相談のやり取りさせていただいております。はい。まあ、まあ、必要に応じてね、電話でお話であったり、まあ、直接議員会館の事務所に来てお話をさせていただいたり、まあ、しているんですけど、まあ、メールで相談やり取りということが多いです。で、まあ、法制局からですね、まあ、相談内容に応じて作成資料など、まあ、作っていただいてですね、まあ、それもメールで、ですね、電子ファイルの形で、まあ、やり取りをさせていただいております。で、まあ、作っていただいた資料に関しては適宜私のブログでですね、まあ、紹介しておりますので、まあ、興味ある方はね、ブログの方を覗いてもらえればと思います。はい。で、まあ、ここではですね、法制局で私が相談させていただいた事例を少し紹介させてもらおうと思います。はい。まずですね、まあ、我々 NHK から国民を守る党はですね、まあ、目指すところはですね、NHK のスクランブル化というものなんですね。まあ、これはね、まあ、簡単に説明すると、NHK を見たい人は、まあ、受信料払って、見たくない人はもうね、放送電波を止めるというものなんですね。まあ、これをスクランブル化をするための NHK の改革の推進に関する立法というものをですね、まあ、相談させてもらって、法制局の方に資料の方を作ってもらいました。まあ、法制局に、まあ、素案の方を作ってもらっております。まあ、これはですね、政府にスクランブル化の推進を義務付ける法案という位置づけになっております。まあ、一般的にって言っていいのかどうかわかんないですけど、まあ、放送法をですね、まあ、改正するというものでも、まあ、いいかなとは思っております。はい。まあ、こちらもですね、法制局には、相談過去に何度かさせていただいております。
まあ、あとですね、消費税の減税法案というものも相談をしております。こちらはですね、まあ、消費税率を10%から5%に下げるという法案でですね、まあ、こちらもですね、法制局に相談して、法案の骨子の方を作ってもらいました。まあ、こちらもですね、私のブログの方で、紹介をしております。まあ、あとですね、インターネット投票の導入のための法律案というものも相談しております。まあ、このインターネット投票というのは選挙の時ですね。選挙の投票の時にインターネット上で投票できる、これを実現するための法律案ということになります。でですね、この、まあ、法制局の方には作っていただいたんですけど、実はですね、これ、参議院ではもう過去に何度か法案が出されているわけなんですね。まあ、4回提出歴がまああると書いておりますけど、みんなの党がかつては2回提出しておりまして、あと維新の会がまあ2回提出しているという過去があります。まあ、その他ですね、いろいろな法律案の相談をさせていただいておりまして、まあ、ブログにはですね、それぞれ紹介しておりますので、まあ、興味ある方はですね、見てもらえればと思います。はい。というわけで、まとめになります。国会議員がですね、法律案を作る際に、法制局というところが、まあ、サポートさせていただ、サ、サポートしてくれるんですね。まあ、今回の動画では、法制局の紹介を主にさせてもらいました。まあ、極端な話ですね。まあ、誰でも法案が作れるということで、まあ、誤解を恐れずに言えばですね、法案作成というのは、まあ、形整えてみたいになんていうのかね、まあ、いろんなレベルがあると思うんですけど、まあ、作成自体はそれほど難しいものではないわけなんですね。まあ、法制局の方が、まあ、手伝ってくれるので、まあ、というわけなので、まあ、法案が作れるかどうかっていうのは結局は議員がやる気次第、つまり法制局に、相談をするかどうか、まあ、あるいはね、まあ、こういう問題があるから、こういう法律案がまあ必要であるかとかね、まあ、そういうところになってくるんじゃないかなと思います。はい。というわけで、まあ、法制局というのはまあ非常に私にとって、まあ、お世話になっているところで、ね、皆様にもこの法制局の素晴らしさを知ってほしいということで、まあ、今回動画を作らせてもらいました。というわけで、私の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。はい。というわけで、終わります。ありがとうございました。